皆さんこんにちは、しんちゃんです。オオスズメバチがいました。怖いですね。本日は誰かが刺されて事故になったりしないように、ごめんなさい。そんなオオスズメバチを取って、そして食べてみたいと思います。というわけで、虫といえばこの方、自然学校の虫博士ヤンマーと一緒に、まずはスズメバチの巣を探したいと思います。スズメバチの巣を探すために、まずはスズメバチが集まっているところをよく観察して、どこに飛んでいくか、その方向に巣を探しに行きます。オオスズメバチはこういう木の隙間とか木の室とか、そういう隙間を好んで巣を作るようです。オオスズメバチではないですが、アシナガバチの巣を見つけました。巣をパチンと切って落として、それを掴んで、それをちょっとパッと渡したら、絶対絶対絶対はい、アシナガバチの成虫が2匹と巣が取れました。この中に幼虫がいます。いろいろ探したんですけど、難しいっていうか見つからなかったですね。ちょっと見つからなかったですね。うん、主にはあの虫を捕まえて幼虫に餌を運んでる時期なので、うん、それをあんまりしないでずっとここに何匹も何匹もたくさん来てるので、これはちょっと幼虫がもういないかもしれないですね。うん、今日はもう成虫を捕まえちゃいましょう。成虫捕まえましょうか。うん、はい、ちょっと頑張りましょう。はい、お願いします。一匹捕獲。じゃじゃーん、成虫を7匹捕まえました。これを食べたいと思います。はい、というわけで、建物の中に戻ってまいりました。成虫は、素揚げに、そして幼虫は、ごま油で炒めたいと思ってます。まずはですね、この幼虫を巣から取り出す作業をこれからします。この膜が張ってる中に幼虫がいるので、この膜をまず取る、爪楊枝でつるん、あ、つるんと、そうそう、幼虫じゃない、サナギですね。はい、サナギでした。サナギでした。幼虫が取れました。はい、これを、ごま油で炒めていきたいと思います。映る必要がある。はい、これは何バチでしたっけ。無門細足長バチ。無門細長、あ、細足長バチ。無門細足長バチだそうです。ではいただいていきます。はい、ごま油炒め完成です。最後の塩を振ります。パラ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 、 OK。 では次は肝心のオオスズメバチにいきましょう。それでは続いて、オオスズメバチの素揚げ、事前に冷凍庫で30分ほど凍らせました。そしたら動きが止まったので、これで安全に調理ができます。では行こう。すごい、針が出てる。針見えるのかな。針取れてる。うん、OK。 では行きます。ゴー、やばい、ゴーゴー。
油まみれ。素揚げ完成。いやーすげー。よし。はい。それじゃあいざ実食。じゃあ食べてみましょう。いただきまーす。よし。ドキドキ。初めての。じゃあさなぎを。さなぎいってみたいと思います。いきます。うん、美味しいでしょ。うん、美味しい。普通に美味しい。なんか、なんだろうね。なんか、うん、ごま油が強いな。なんかごま油。美味しい。美味しい。じゃあ、これ肝心の大スズメバチの成長いきましょう。うまい、うまい、最高。じゃあいきます、いきます。エビに近い、うん、うまいうまい、美味しい。あ、エビに近い、うん、うまいですね。これは今まで食べた蜂の中で一番エビに近い。素晴らしい。よし、この感動をぜひみんなにも。一線学校のアルが来てくれました。じゃあどうぞ食べてください。どうですか。うん、あうっすらクリーミー。うん、ありがとうございます。ハリじゃね、刺さりそうなんだけど。ハリ、ハリのお尻から出てる。さあ、いざ実食。さあ、どうですか。うん、美味しい、美味しい、うん、どうですか。うん、クリーミー、美味しい。クリーミーで美味しい、うん、よかったです。2個一気に欲張りですね。美味しい、美味しい、美味しい。お、すごい、半分だけ。うん、あ、頭は香ばしいですね。うん、お腹のところ、うん、ちょっとに揚げすぎだな。ちょっと揚げすぎ。申し訳ない。申し訳ない。ダメでしょ。おいしい。じゃあ食べましょう。あ、いや、食べて、バンコク食べちゃって。これどうしよう、誰かに食べようかな。サナギの方が甘い。うん、うん、サナギの方は、うん、確かに、うん、この絵面、コロナ対策大丈夫。